構ね、我々は数学という切り口をもう中心というかメインにしておりますけれども、ね、やっぱ数学、今日のね、こういう講座も、そこに数学あるんだな、みたいなところがね、やっぱこう伝わればいいのかなと思いますので、はい。まあ、ありちょっますと、うん。よね。で、結局やっぱね、何でもその数字に置き換えることできるし、で、数字に置き換えれば規則性とかさ、法則が見えてくるよね。そうなんですよ、そうなんですよ。なのでね、ちょっと今日は、まあ、前回から同じテーマでやってるんですけれども、まあ、日常における数学みたいな、まあ、仕事に役立つ数学みたいな話で話してましたけれども、まあね、高田先生もね、まあ、数学史みたいな感じで、まあ、過去の、まあ、数学者のまあやってきたこと、実績、そしてまあそこから学べることみたいな話をしてましたけども、この講座はね、もうなんか本当に目の前の話題というか、うん、そう、日常の中で、使える数学って何なの？みたいな話をね、こうしていこうかなと思っております。はい。じゃあちょっとせっかくなんで皆さんもね、確かにな、日常でこういうところ役立つよな、みたいな話とかを、まあ、前回もちょっと話、出させてもらったんですけれども、ちょっと皆さんチャットでね、日常で私数学こんな場面で使ってるな、みたいな。まあ思いつかない人はね、仕事でもいいです。うん。こういうところで使ってます、みたいな。話をぜひちょっとしてもらえればなと思いますので、ぜひチャットお願いいたします。ふいふいふい。はい。まあ、なんとなくね、前回の話もここにちらっと載ったりしてるんですけれども、まあこの辺を見ながら、あ、確かにな、みたいな感じでも全然 OK です。ぜひ。最近でもなんかこういう時に数学使うな、みたいなこと、なんかいざ言われるとパッとは出てこないかもしれないですけれども。でも、YouTube とかのやつもそうですけども、いや、この間、いや、なんか、スタフィの10万人もそうですけども、スタフィの1000万人、ほんとすごかったですよね。ああ、1000万人ね、もう思ったよりもペースが速くって、用意してたことが全然できなかったみたいなやつね。まあ、あれとかもね、結局、何月何日の何時頃にね、達成するかみたいなところを予測して、まあ、記念ライブみたいなことやったりするわけじゃないですか。で、なんかこう、多分、なんか毎日のペースみたいなことで、考えてたんでしょうけども、多分ね、みんな近づいてくるとね、その1000万人の達成を願おうと思って、一気に登録者増えるんでしょうね、そうきっね、と。駆け込み登録あるよね。ね、っていうのがあって、多分、想定外でなって、結局、ヒカキンさんが用意してた、なんか1万人ごとに増える、996万人でこれやりますとか、なんか997万人でこれやりますみたいなことをやったのが、ほぼほぼ企画倒れになったみたいな。まあ、もっと言うと、なんか土日にその生配信やって、そこでやろう、達成しようと思ってたのよ。あ、そうなんですね。もう数日前倒しになっちゃって、で、急遽生配信始めてみたいな感じだったらしいよ。すごいですだね。からそなんかこらそ辺う。に我々がいればね、そこら辺も予想できたよね。まあそうですね。計確か算ミスってできたよ。に。できた。気がしますね。できるのかな まあできるかでも。でもちょっとね、そんな話もあるかなと言ってる間にコメントがどんどん来たので 見ていこうかな。ありがとうございます。たくさん。学校、まあそりゃそうですね。学生さん。学校は数学、もちろん大事です。はい。売上の推定を予測する。バーゲン品が割引をいくらになるか。そうですね。これね、バーゲン品の話で、まあこれいくらでも話せちゃうけども、いや、なんだかんだバーゲン品のいやらしいところって、7980円のなんか10%引きみたいな。なんか7000円台になってるじゃないですか。7980円。ちょ、これ、喋ろう。そう。7980円の、これ10%オフ？なんか6000円台になりそうな気がしません？っていうこの感覚。なんかわかんないですかね。なんかまあ、7000円、10%オフって言うと、なんか1000円引かれそうなね、感じするよね。なんとなくそうなりそうな気がするけど、実際7980円の10%オフって、結局798円しか引かれないわけだから、そうね。だから798で引くと、やばい、間違いそうだな。8、0と書いてるし。287。合ってる？全然7000円台だよね、みたいな。この数字の下一桁、下一桁を何キュッパにしてるっていう、この、何？トリック、プラスなんかこの割引、後からレジで割引みたいなやつで、結構僕騙されることあります。
でも確かに使いますね。そう、意外とそんな話、確率計算、賞与の比は、すごいな。なるほど、なるほど。料理、目的地までの最短距離、決算書読む。ああ、やっぱ仕事多いですね。うん。まあ、そうですよね。いや、本当、そうなんですよ。いや、結局ね、僕、前回の話してても、まあ、皆さんもなんとなく伝わったと思いますし、なんで僕が仕事に役立つ数学って話から話したかというと、まあね、日常でそんな数学使わないんですよ。うん。うん、本末転倒ですけれども、そう。なんでって話を多分前回させてもらったかなと思っていて、前回参加者、今回初めて参加の方もいると思いますが、ちょっとね、その辺の話をしていこうかなと思っていて、前回お話ししたのが、ここですね。ここ。はい。ここです。このあたりの話をしています。うんうん、何かっていうと、まあ、日常における数学って、まあ、実は昔は結構いろんな場面で使うことがあったよみたいな。まあ、それこそお金の計算とかはしてますよね。商売、ね、市の交渉、商人はね、もうお金の計算なんてもう勘案しなきゃいけないですし、うん、まあ多分農民の方とかをね、きっとどれぐらいの、まあ、米ができるのかみたいなとかね、領地のね、測量とかをね、たくさんしてたはずなんですよ。もともとね、まあ、農業ができたりとか、あとその商売、うん、お金の貸し借り、うんうん、なんかそういうのができたおかげで数学って発展したって歴史もあるから、はい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 、うん、そうなんですよね。そうそう、だからここなんか昔はね、本当に数学できないとというか、できるとまあまあ、儲かるというか、もうそれイコールね、うん、やっぱりこうお金持ちになりやすいというか、特殊能力だもんね。特殊能力だもんね。あ、そうですね。だから数学できないのが当たり前っていう世の中で、数学ができる人ってのは特殊能力を持ってる人だから、はい、特別な仕事に就くことができた。うん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 。そうですね。なんか識字率よりも多分数学力とか数学力率とかが低かったんでしょうね、きっと。うんだろうね。ね。まあ、なので、まあ、そういうふうな場面で数学、こういうふうに役立ったんだよって前回話をしました。うん、で、日常における数学と聞いちゃった、日常における数学って言ってもやっぱね、どうしてもここなんですよ。よく僕もね、書いて本とか書かせてもらっておりますけれども、なんかどんなところに役に立つんですかっていう話をね、いろいろ出していくと、うん、結局、まあ、使う場面がたまにあるとか、うん、使う人もいるとか、うん、っていう話題ばっかりだったりするんですよね、結局は、うん、そうそうそう。例えば、ね、宝くじは儲かる儲かんないみたいな話とかも、数学の期待値みたいな話でなんか説明がついて、まあ、儲かんないみたいな話はね、言えたりもするんですけども、じゃあ結局何人が宝くじ買ってるかって話で言うと、買ってます？高田先生。僕は買ってないです。買ってないですよね。でもそれは数学やってるから買ってないみたいなとこあるけどね。まあ、そうね、そうね。でも多分数学ある程度できる人とかできない人とか関係なく、多分ね、買ってない人は買ってないから、うん、宝くじの話しても、まあ別に自分には関係ないしみたいなことがやっぱ多いはずなんですよ、うん、そう。なんでどうしても日常における数学っていう話をした時にね、あ、確かにそういう時に使うんだしかならないんですよね、うん、でやっぱり僕が目指してるというか、やっぱりね、皆さんとこう話していけると面白いなと思ってるところがここ、うんうん、やっぱね、日常の中でよく使う数学って何なのかなみたいなところですね、やっぱ言語化していきたいなと思っていて、うん、ただやっぱね、結論、僕もこれ難しいなってやっぱ最近思ってるんですよ、うんうん、やっぱ24時間生活してる中で、なんかこう1週間の中で、まあ何でしょう、何回って言えばいいのか分かんないですけども、うん、まあ、1週間の中で、まあ3回、まあ2日に1回とか3日に1回ぐらい使うようなね、うん、うん、ものだったら、これは確かに日常にね、ね、もう、置ける数学、日常に置ける数学でよく使うものってなるんじゃないかなと思っていて、うん、まあ、今日は実はこんな話しないんですけど、次回ね、そういった話ができればいいなというふうには思ってはいます。うん、で、まあ、ちょっとね、せっかく、まあ、かといって何も話さないのもあれだと思うんですけども、本当に日常に使う数学ってどういうことなのかなってこれ僕思ってて、まあ、高田先生がね、ちょっと今冒頭でいてくれているので、そのまま話しちゃおうかなと思ってるんですけども、うん、なんか、こういうことかなと思ってて、どうですか、皆さんもぜひちょっとコメントしてもらいたいなと思ってて、例えば、時計で、まあ、今だとちょっと時間的に微妙ですけども、まあ、例えば、
4時で例えばこの辺に長針が向いていますみたいな状態だとします、うん、ここに今ちょっと書きましたけども、この時になんかあと何分で、これちょっと微妙にずれてるか、ちょっと待ってね、4をこの辺ぐらいにしようかな、うん、でこんな感じ3時ってことね。あ、そうですね、3時ちょっと単身の位置はそう3時台を僕今書きたいんですよ。3時台を書きたくて4、3って書ければいい、うんうん、はい、で、この時に、うん、あと何分でとか、だいたい何分から何分の間に、うん、4時になるかみたいな、うん、これを何でしょうね、どう皆さん計算しますか、どう考えますかみたいな時に、ここにちょっとね、よく使う数学ってのがあるんじゃないかなと思ってて、うんうんうん、これだいたいあと多分20分ぐらい、うん、とかだと思うんですけども、これもし高田先生がこのメモリを見て、この針の向きを見た時に、うん、なんかどんな頭の働かせ方するかなみたいな、うん、あと何分でみたいな、うんうん、ところをどうやります、もうパッと見て20分とか思います、それとも今何分だからみたいな。どうなのかな、ちょっとだからいろんな選択肢あるけど、うん、まあ大きく2つ考えるこう方向性があって、はいはいはい、1個は全体の割合で考える。ああはいはいはい、なるほどね、全体が60分だから、はい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 、なんとなく3分の1ぐらいだから、はい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 、残りが3分の1だから、はい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 、残り20分かな。はい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 。なるほどね、確かに。あ、これは僕、初めてパターンかもしれない。でも、あんまりたくさん聞けてるわけじゃないですけども、確かに、うん。あとは、はいはい。だから、引き算というよりかは、うん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 。まあ、だからその60分から40分引くってパターンもあると思うけど、はい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 、それよりかは、うんうんうん、40分にあと何分足したら60分になるかなって考えるかな。そう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 、なんかね、やっぱそれが結構多くて、僕実は違ったんですけど、やっぱ多いっぽいですよね。だからまあ5分経ってもまだ9、10分経ってもまだ10、また5分経って15分経っても11で、20分ぐらい経ったら針がこっちに行くかなみたいな、うんうん、5、10、15、20みたいな足し算的に残りの時間を考えるみたいな、うん、そう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 、あの話の人が多くって、うん、あ、なるほどねみたいな、まあ、別にどれが正解ってわけじゃないんですけども、やっぱこれを考えるときになんか頭をどう動かすかみたいな、うん、なんかその動かし方、うん、別にどれが一番効率的かどうかは分かんないけども、なんかそこをなんかこう日常の技として使ってるみたいな、うん、そういうのがなんかよく使う数学ってことなんじゃないかなって僕は思ったりしていて、そういうのをなんかどんどん言語化してたら面白いんじゃないかなみたいな、そう話を実は僕次回あのしようかなと思って、あ、いいですね、数の暗黙知っていいですね、あ、そういうことですよ僕やりたいの、そうそう、結局そういうことなのかなみたいな。数の暗黙知ってどういうこと？あ、だからなんか知らないうちに使っている実はあの高度な数学の計算みたいな、あ、今みたいに割合みたいなことを一瞬で理解して、まあ、答えにたどり着いてるとか、うん、なんかあと何分って引き算なんだけども足し算でやっちゃうみたいな、うん、なんかそういう思考の切り替えみたいなところ、うん、無意識のうちにやってるよねみたいな話、うん、うん、そう、うんうんうん、みたいなのが結構僕は気になってるんですけど、皆さんどうです、あんまり良、ね、くなかったら僕話しないですけどどうなんでしょう。いや、あの、うん、最近計算の裏技の本作りませんかっていうなんか話いただいて、はいはいはい、計算の裏技みたいなことをよく調べてるんですよ。でインド数学について今調べたときに、インドの人たちってなんかその計算いろいろ工夫してやってると、はいはいはい、で例えばじゃあその 36×48 みたいな掛け算があったとして、はい、まあ、それじゃ筆算でやるとして、あ、待ってよ、 36× まあいっか、じゃあ 36×48 っていうやるときに、
お兄さんだったらどうやります？僕ね、裏技使わないからね、ほんと地道なんですよ。こうやって、普通に繰り上がりの場所はもうちっちゃく、数の右上の方に書いて、もうこれですね、習った通りというか、もうずっとこれです。で、なんか、まあ、そのやり方はもちろん OK で、でも、そうじゃなく、例えばじゃあ48っていうのは、4と4と40っていうふうに考えれば、その掛け算、4×36 が144だから、その144と144と1440足せばいいじゃんみたいな。なるほどね。ああ、確かに確かに。そうすると、本来だったらその 8×36 と 4×36 って2個掛け算やんなきゃいけないけど、でも4の掛け算だけでいけるよねみたいな。なるほどね。例えばこんな考え方があったとして、じゃあこれが実用的かって言われると、別に実用的でもないと思うのよ。多分お兄さんがやり方の方が早いから。よっぽど計算が慣れてないと。毎回ここで思いつくっていうプロセスが必要ですもんね。だけど、そのインド数学で重要視してるのは、要は、なんか、毎回このやり方で、もう、なんつうの、脳死状態で何にも考えずに機械的にこのやり方でやればいいじゃんっていうのが日本の教育だとするならば、いや、そうじゃなく、その計算、数字によって、その数字の特徴みたいなものをなんかつどつど考えて、あ、このケースだったらこういうふうに分解しちゃったらいいなとか、あ、このケースだったらなんか全体から引いた方がいいよねとか、なんかそういうふうになんかつどつど創意工夫するっていうことがとっても大事で、そういうなことをんやっだ。てるからインドの人たちは今その IT 業界で目覚ましい活躍をしているんだよみたいなことが載ってて。だからむしろ、なんかそこの創意工夫の部分、それこそが数学を学ぶ意味なんじゃないかなみたいな。で、その創意工夫の引き出しを増やすっていうかね。例えばじゃあ、何？まあ、有名なので、1000-738みたいな引き算があったときに、1738ですね。これお兄さんどうやります？これはまあ僕は、これもね、2パターンあるんですけれども、結局僕は、僕はさっきの時計の話もそうなんですけどね、ちょっと一瞬言っちゃうと、僕時計は何も考えてないんですよ。もう40を過ぎたら、残りあと十何分みたいな、10の位が1っていうふうに勝手に変換される頭になってるんですよ。そう。だから、これも、もう、繰り下がりっていうふうに言われたら、もう100の位2だよね、みたいな。で、3のところも繰り下がってるよね、みたいな。で、1の位だけはそのままにしようね、みたいなふうに、もうね、勝手に動くパターンなんですよ、僕。なので、このまま計算しちゃうっていうのが、多分いつもやってるパターン。ただ、頭が働かないときは、多分ダル先生がやろうとしてるんですかね。999かな。そうかな。例えばね、999足す1って考えて、999から738引いたら繰り下がりがないから計算そう楽ですだよね。ね、みたいな。足す1で260。そう。で、まあ、これが別に早いとも限らないんだけど、そうね。だけど、なんかそういうふうな発想する、その発想の引き出しをどんどん増やしていく。で、各問題について、そのこの問題の、解決の肝となる部分はどこなのかっていうのをつどつど考える癖をつける、それが、まあ、数学を学んで、その我々が生活で活かせる部分なんじゃないかなっていう、まあ、そんな話をインド数学の本から学んで、ああ面白いなって。おもろいですね、確かに。確かに、なんかすごく僕が今考えてることとリンクしてる気がしますね。多分そう、なんか日常で使うってどういうことなのかっていう、そもそもの前提を変えないことには、よく使うものっていうものがそんな出てこないなって思っていて。いだや、から、むしろね、逆だと思うんだよね。日常で使うというよりかは、なんか、まあ、日常で使う仕事を使うとかってあるけど、その、
なんかいかに創意工夫するか。そうですね。だから、うん。創意工夫していくとことを日常とすると、ここに書いてあるものがよく使うものに変わっていくよね、みたいうな、んうんうんうん。話なのかなと思って。そう。まあ、だよね。すごいまとめが今日、もうこれで終わっていいんじゃないかっていうぐらいのまとめが。例えば多分料理ってさ、例で出した方いるけど、料理って多分火とかだよね。火の考え方、一人前の、レシピには一人前の分量しか書いてなくて、レシピに二人前の、量が書いてあって、じゃあでも三人分作りたいってなった時に、なんかそれを火の考え方でやんなきゃいけないねとか。うん。確かにね。でもそういうのもなんかね、なんかそう、こういう場面ではこう数学のこの考え方使ってできるなとかがね、あるとね、楽しいよね。そうなんですよね。そう。やっぱり取り入れていこうとしていく、なんかその文化を我々作んなきゃいけないし、皆さんもそうしていくと、やっぱよく使うものっていうところが増えていくんだなというね。いいですね。この結論を最初に言ってる感じが、この後逆に進みやすい気がしてきました。あと、もう一個いい？はい、そうです、せっかくなんで。因数分解ってやっぱすげえ大事だなって思って。いや、なんかね、最近、このなんかルービックキューブを、ね、同じやり方でどんどん回したときに、これが何回で元に戻るのかみたいなのをね、ちょっと考えていて。例えばなんかさ、こうやってこう回すっていうね。超シンプルですね。こうやってこう回す。これをずっと繰り返すと。そう、これって何回で元に戻ると思う？なんか勝手に4と4で8ぐらいかなとか思ったりしてるけども、もっとかかるのか。でも実際こうやってもらうと、100回以上かかるんですよ。元に戻るのに。そう。戻ってないよ、確かに。2×2×2 だと多分15回で戻ると思戻りましたね。う。じゃあ、その 2×2×2 が15回で戻るとして、じゃあ、この15っていうのは一体何なんだと。これも、例えば3、15は 3×5 じゃん？っていうふうに分解すると、3回で元に戻るものは何なのかな？ 5 回で元に戻るものは何なのかなっていうふうに考えると、そのルービックキューブの回転の構造みたいなものが明らかになってくると。で、だからやっぱり、我々が理解できないものって、複雑になってるものを複雑なまま理解しようとしてるから理解できないのであって、それをなんか要素分解して一個一個に注目すると、で、さらにその一個一個をなんか数値化していくと、多分その一個一個の数字の特徴っていうのが炙り出されていくわけよ。そういうことやっていくと、一個一個の特徴をつかんで、それを最後全体でこう合わせていくと、なんか理解できなかったことが理解できるようになるんじゃないかな。それってもうまさにこう因数分解の考え方だな。二次方程式ってパッと見て解が分かんないけど、でもそれを因数分解すると一次方程式の解は分かるから、結局二次方程式の解も分かるよねみたいななるほどことだね。なーって、思いましたね。こで、れ、例えば大谷翔平ってさ、あの人なんかさ、自分の能力を81分割してるんだよね、確かね。そうなんですか？そこはそう。知らなかったです。なんか、自分の目標を掲げて、この目標を達成するために必要なことを9個上げて、で、それを9そう個だ、に上げて、やそれぞれ必要なことを9個ずつ上げて、ってますね。自分のやるべきことを81分割してんのよ。そう、だからあんだけやっぱ精度高く結果残してんだな、とかね。やっぱり分解って大事だし、それってまさに数学的な考え方だなって思うわ。ちなみに大谷翔平がやってる方法は、マンダレータ法っていう、ちょっといろいろ訳し方というか、なんか微妙に、違法表記揺れはありますけども、マンダレートとかマンドレータとか、マンダレートとか、なんかいろいろと微妙な言い回しが変わってますけども、何かこう、例えばお金持ちになるみたいな、何でもいいんですけども、なんか一個こう、決めて、で、それに対して、そのために必要なことって何かみたいなことを、まあ、こう、A, B, C, D, E, F, G, H, I みたいな感じで、まあ、一個一個こう書いてって、で、これの後にさらに、これもマス目がこう、外に広がっていて、
じゃあ、その B を達成するために何ができるのっていうのをさらにこう、細分化していくみたいな。っていう方法なんですよね。例えば、お金持ちになるために、例えば、いい会社で働くみたいな。で、いい会社で働くっていうのはどうやったらできるのみたいな。みたいなやつですね。これはね、めちゃめちゃ面白いです。最近、なんかやっぱり、ね、こういうのが好きな学校の先生とかはね、小学生のうちからやったりとかしてるらしいですよ。